森安はじめ監督率いる日本代表は、現地時間9月9日、日本時間10日未明、二敵地での国際親善試合で強豪ドイツ代表と対戦。MF 伊藤淳也と FW 上田綺世のゴールで前半に2点を奪い、後半には FW 朝野拓馬、MF 田中青もゴールを挙げて4-1の勝利を収めた。韓国メディアは、日本は想像以上に強かった、と伝えている。動画、 アウェーの地で競合を黙らせた。日本代表がドイツ代表から奪った全4ゴールの瞬間。試合は前半11分、DF 菅原幸成のクロスから伊藤が流し込んで日本が先制。同19分、ドイツにパスワークで中央からの突破を許し、最後は MF レロイサネに同点ゴールを献上した。同22分、右サイドの崩しから菅原がパスを入れ、 伊藤のシュートはミートしなかったものの、流れたボールを上田が合わせて2-1とリードして前半を折り返した。後半の日本は3バックもテストし、押し込まれる時間帯があったものの、終盤には MF 久保竹房のボールダッシュから最後は浅野が合わせて追加点を奪い、さらに終了間際には久保のクロスから田中が頭で合わせてダメ押しの4ゴール目を叩き込んだ。昨年のカタールワールドカップ、W 杯。 のグループリーグで2 1の勝利を収めたドイツを相手に、再び白星を挙げた日本代表。韓国メディアファイナンシャルニュースは、衝撃。日本が4 1でドイツに再び勝利、と見出しを打って取り上げている。日本は直近のドイツ戦で2連勝。今回はドイツのホームで4ゴールを決めたという点でさらに衝撃的だ。日本は想像以上に強かった。ドイツは後半、 これといった攻撃ができず、ファンからブーイングを受けた。記事では、9月8日に韓国代表が国際親善試合でウェールズ代表に0-0で引き分けに終わったことに触れつつ、日本は6月シリーズでエルサルバドル、ペルー相手に計1 0ゴールを奪ったのに続き、ドイツまで4-1で撃破し、アジア最強の座に浮上した。ウェールズにさえ0-0で引き分けた韓国とは対照的だった。 韓国と日本の格差が想像以上に大きく広がったことを実感する一戦だったと日韓の差にも言及していた。